ケルン大学はドイツの都市ケルンにあるヨーロッパ最古の大学の一つである。設立は1388年であり、ドイツで2番目に古い大学である。新生ローマ帝国内では、プラハカレル大学、ウィーン大学、ハイデルベルク大学に次ぐ。当時、市の政治経済を支配していた都市貴族層、リーヒャー・ゼヒ,ヒエのイニシアティブによって、 ローマ教皇ウルガヌス六世の名義により設立された。教皇が三百八十八年五月二十一日付で大学に与えた特許上の宛先はケルンの資産次会員、審判人、市民、都市自治体となっている。開校は三百八十九年一月六日。七百九十八年フランス軍のラインサガン占領に伴い、ケルン大学はボン大学。 マインツ大学と共に閉鎖された。ドイツ連邦共和国内で最大規模の学生数を要する。2021年のザ世界大学ランキングにおいて世界第145位とされた。2021年の世界大学学術ランキングにおいて世界第151から200位とされた。これまでに3人のノーベル賞受賞者、2人の連邦大統領を輩出している。 ファクホーシュシュルケルン、キャンパスサドスタット、GWZ-2984。ありがとうございます。